フランソワ・プルフール・デュープチは、パリ出身の解剖学者、眼科医、外科医である。モンペリエ大学で医学を学び、その後パリの事前病院で、外科学を学んだ。この時期、ギシャール・ジョゼフ・デュベルネから解剖学も、ジョゼフ・ピトン・ド・トゥルネ・フォールから植物学も学んだ。1693年から1713年に、かけて、ルイ14世院軍の軍医を務め、ユトレヒト条約後は、 目の専門家としてパリに戻った。1722年から1741年まで科学アカデミー会員であった。プチは交換神経系の生理学的調査同様に目の解剖学的研究で記憶されている。軍医としてプチは兵士の頭部の受傷と解剖学における方向の表現作用に相関関係があると述べ、レッドル D、ウンマザンデオピートジュロは、 永遠をとラマザンでセアミという1710年の論文に記した。脊髄の構造に関する調査のパイオニアであり、衰退交差の早くて正確な描写をしている。後にホルネル症候群として知られることになる症状を初めて医学的に描写もしている。ありがとうございます。